の、観察と杉菜の生態がどうなのかをスケッチするというものです。で、もしも風が当たってるのかな、ちょっと青いでか見て、すげえ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 、すごい動いてる、ごめいてますね、はい、動いてる動いてる、対抗してかも、ほんとだ、青青青青青青、ふわふわ飛んできました、これも全部バーって飛んできました、ポロポロとポロポロと、うん、なるほど、他にありますか、雨に濡れてたからちょっと湿っちゃってて、本当は乾燥してたらもっといい動きをするんですけど、そう、さっき言ってくれたみたいに、この男子っていうのが湿気を、はい、よく見てください。電気消してみて。見えますか？最初はちょっと集まってるんです。男子はちょっとギュッてなってます。で、これちょっと風を当てて5秒後ぐらいです。もう今風当ててないです。そしたらどんどん動き出して、よく見てくださいね。どんどんこれをずっと動いてて、はい、はい。わーってどんどん動き出して弾けていきます。本当はこれをみんなに見てもらいたかったです。繋がってるところ見せる植物と同様に何とかを持つって書いてあるんですけど、繋がってるよ。植物にも種子植物と同様に遺伝子があります。